はい、今回ですね、久保さんはブランディングみたいな話をしてるんで、ブランディングの壊し方、ブランディングの壊し方作り方言って壊し方みたいなね、ブランディングの壊し方。そう、ブランディングどうすか、壊してます？これね、ブランディングってまあその差別化じゃないですか。ブランディングって何なのかっていうと、結局差別化されてればいいんですよ。まあすみません、僕のこれ見解ですね。ブランディングって何なんですかと、人と差別化されてて見られればそれで僕はいいと思ってるんで、それが例えばね、久保さんがこの億万長者シリーズの中で廃墟シリーズの話をしてましたけど、廃墟って壊されてるじゃないですか。だから人気あるんですよ、廃墟。僕も知ってますけど、その廃墟に行ってみたとかね、そう動画めっちゃ再生されるんですけど、だからその壊してもいいんですよ。だからなんかブランディングって作るものってみんな思ってるんですけど、別に壊してもいいんですよ。壊しても作っても創造してもイノベーションしても何でもいいんですよ。要は選ばれればいいんで、見られればいいんでで逆に言うと、僕は壊した方が見られるんじゃないかなっていうところで、これが分かりやすい例が柴田さんですね。チャンネル登録者数、アンチマーケ、炎上マーケティングですね。完全にその、ね、叩きまくってね、壊してるじゃないですか。壊してるというかね、その柴田さんが前言ってましたけど、人を嫌な気持ちにさせる動画ですみたいな。まあみんなって人からいい、よく思われたいみたいな動画を作ろうとするじゃないですか。人に笑われたいとかね。人によく見られたい、人にかっこよく見られたいとか、人にその好印象を与えたい、大体これがブランディングの作る時のイメージだと思うんですよ。自分をよりよく見せたいとか、その商品をよりよく見せたいっていうのが多分考え方のベースだとは思うんですね。だけど結局ブランディングっていうのは、結局人に見られてなんぼなんで、壊してもいいわけですよ。嫌われてもいいんですよ。嫌われてもそれが見られればそれでいいんですよ。で結果的に柴田さんは人に嫌われる動画を撮って100万人ですよ。もはや嫌われてるブランディングが支持されるっていうね、よくわからないかもしれないですけど、だから何でもいいんですよね。だからそこの固定概念にはまることなく、なんか僕もその固定概念にはまることなく、前ね言われたことが、情報商材屋っぽく全然ないですねみたいな。そうだから、その情報商材屋の概念を僕はぶっ潰してるんで、もう完全壊してますね。でもこれは王道のやり方ではないんですよ。王道の商品の売り方ではないです、僕のやり方っていうのは。だから僕のやり方を真似して売れるかっていうと分かんないです。それは頑張りましょうって話で、僕も頑張ってるんで、このやり方で売るのはね結構難しいんですよ。でもなぜこれで売れるのかっていうと、それは僕のブランディングが できてるからですね。いろんなことを破壊してったりとか、もちろん作ってったりとかしてるんですけど、だからまあなんか、まあ、まとめると、なんだろうな、まとめると、あ、なんかメルカリからメール来ましたね。メルカリの売上分をなんか申請しましょうみたいな、はい、あ、そうだ、これメルカリの売上を申請しないといけないのか。まあいいや2万7000円ぐらいですかね。2万いくらだ、この前売れたんで、はい、あ、そうだ、これ売れたな、申請しないと。メルカリ僕初めてなんで、まあそんな感じですね。だからそのよく作ろうっていう、それを悪いわけではないんですけども、結局目立つ、見られる、これがブランディングを作る上での、まあ、基礎というか、当たり前のことだよねってことですね。差別化しないと意味がないんで、そう、だからみんなが同じことやり始めたら差別化になんないんですよ、そう、逆にみんながかっこいいことやってるとダサいことがかっこよくなるんですよ。もう一度言いますね、みんながかっこいいことやってるとダサいことがかっこよくなるんです。でみんなダサいとかっこいいものがかっこいいってなるんです。まあ、これはもう世の中 の流れですよ。そのパイのこの天秤みたいな感じなんですけど、複雑になればなるほどシンプルなものが選ばれるみたいな。だ昔はその昔の家電製品とかは機能がなかったわけですよ。シンプルだったんですね、昔の家電製品っていうのは。てかそのシンプルなものしか作れないですよね。電源ボタンを押すとかね、まあそのままはっきり言うと。でもそれがシンプルしかなくて、もっといろんな機能があったらいいよねってことで、いろんな機能がついたわけですよ。でいろんな機能が今度ついたら、今度はまたその機能をそぎ落として、iPod みたいなね生まれて、そのシンプル、ザ・ベスト、スティーブ・ジョブズすげえみたいな、シンプルみたいな、デザインシンプルみたいな、かっこいいみたいな、
わかります。もう時代はこう繰り返すんで、うん、だからそこも分かってると、そのなんだろうな、できますよね、いろいろと、うん、はい、ということでブランディングの壊し方についてお伝えしました。久保さんの動画この後進んで、よかったらどうぞ。はい、北海道のパート2になります。まあロスジェネ世代の動画ではなくて、今回はね北海道という括りで申し上げておきますけども、前回に引き続いてブランディングに成功したという例がありましたよね。ブランディングですよ。で今回はちょっとね、ブランディングの中でもあまりいい形ではないお話をさせていこうと思います。させていただこうかと思います。それはですね、北海道ってもともと、まあ北海道にはねいろんな地名があるんですけども、日本人からしたらちょっと聞き慣れない地名とかをね目にすると思うんですよ、耳にすると思うんですよ。でなんでそういうのが生まれたかっていうと、北海道には先住民族ってのがいましたね。アイヌ民族です。アイヌの方々が平和に暮らしていたこの大地、北海道っていうところがありました、かつてね。でそこにですね、言い方は様々ですよ、言い方は様々なんでちょっと誤解を招くかもしれませんけども、日本本土から渡ってきた人がこう北海道を開拓というね、まあ呼び名でですね、まあ、侵略していったというのかどうなのか適当じゃないかもしれませんけども、今アイヌの人ってあまり見かけないと思うんですよ、うん、どうですかね北海道来てみて。まあ、例えてみれば、アメリカっていうのは先住民族インディアンっていうのがいまして、意欲に燃えるコロンブスじゃないですけども、1492年15世紀あたりから始まった大航海時代、それからイギリスからね、アメリカに渡ってきたそういった入植者を中心としてインディアンっていう民族を、まあ、インディアンっていう民族って一括りにできないんですけども、記録がないんでね、もうこう呼ぶしかないんですけども、1億人ぐらいいた先住民族、北アメリカにお住まいになっていた方々をね、まあ、駆逐して、まあ、言ってみれば皆殺しにして1億人以上をね殺してしまったんですけどね、殺してしまってそこに住み着いたのがアメリカのスタートということが言えるんですよ。で北海道がその例に、まあ、一緒なのかどうなのかっていうか、なかなかねこれは歴史をしっかりと認識してみないとわからないところなんですけども、まあ、そういうところを切り開いて北海道っていうのができたということを考えると、まあ、そういうふうなことを訴えていけばイメージはすごく悪くなるなとかね思ったり、でも開拓っていう言い方したら、ああご苦労されてこの土地を切り開いたんだなっていうふうな美談になったりとかね、いろいろするんですよね。さあそれでですね、よくネット起業家とかがね、私もそうですけども、昔は大変だったけどもこんなことをして今成功したんですみたいなブランディングがありますよね。あれって人の胸を結構打ったりとか共感を呼ぶわけなんですよ。もともとは自分と同じ立場を、自分よりも悪い立場の人が今すごい暮らしをしててすごい成功したなっていうので人の共感を呼んで人の気持ちを盛り上げてくれるんですけども、これもねやっぱ悪用すれば多くの人を惑わすことになるんですよ、うん、その一つがなんですかね、まあ、いわゆるブランディングって、ブランディングという呼び方しかないんですけどもね、タワーマンションから札束をちらつかして高級車に乗ってね、そういったプロモーションビデオを作ってみたりとかして、私みたいになりたかったらあなたもこういう風な教材を買いましょうみたいな、こんな、まあ、ストレートなこんなねセールスをする人はもう今更いないんですけども、まあ、そういう形ですね基本的に。で、儲けるための方法を教えるから何十万出しなさいみたいなね、それはまあ世の中になくならないと思うんですよ。で本当にそういったものもあると思いますし、言ってみればちょっとインチキ臭いのもあると思うんですけども、私たちは少なくともどういった仕組みで人の気持ちを動かそうとしているのかってことは知らないことになりますよね。まあ、そういうようなことを積み重ねて、今日はいろいろ言いましたね、北海道のブランディングの話とそれからビジネスにつなげてきましたけども、まあ、私たちがねやっぱり何をしなければならないのかってことは2つあるんですよ、うん、あこれはこういう仕掛けで自分に迫ってきたんだろうなっていうふうな情報のベクトルを知ること、でもう一つは今度はそれを逆に利用して、まあ、いろんな人をねその気にさせるためにどういうふうにしたらいいのかなとかね、この人が本当にやる気を失っていてよし頑張るぞっていうふうにモチベートしてくれるためにモチベーションを上げていただいて成功に本当に向かっていただくためには自分のことを信頼して二人三脚でやっていただけるためにはどんな発信をすべきかなってことをねやっぱりこう動画放送の中で上げた方がいいのかなと思うんですよ。ただ多くの方っていうのは動画を毎日上げるってこと自体がハードルなんで、まあ今私が言ったようなことをね言ってもなかなか通用しないと思うんですけども、本当にねなんかやろうと思う人は1万人ぐらいいるんですよ。で実際やる人って100人ぐらいなんですよ。でやりきる人って1人なんですよね。万分の1ってやつです。万に1つもって言葉がありますけども、万に1つぐらいの可能性なんではないかなと思います。ただこの万に1つの可能性っていうのは万に2つとか万に等とかってできると思うんですよ、うん、それはやっぱり続ける人が増えていただくことだと思いますし、その続ける人誰なのかっていうとこの動画を見ているあなたなんではないかなと思います。
さあ、じゃあ引き続きですね、私と吉田さんの動画のやり取りもありますけども、ドリームアカデミア予備校というね、速稼塾もあります。支援はしっかりさせていただきますので、引き続き動画の方をお楽しみください。まあそんな感じですね。